メディアを再生する、スカーレット・ストリート前編、ヒーローの街、スカーレット・ストリートは1945年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。監督は、フリッツ・ラング、出演は、エドワード・ジー・ロビンソンとジョーン・ベネットなど、ジョルジュ・ドラフ・フシャルディエールの小説、ラ・ッチエンネ及び、それを元にしたアンドレ・ムエジー・コール・エオンの同盟舞台劇を原作としたジャンルノワール監督のフランス映画。 メス犬のリメイク。フリッツ・ラング監督が、女優ジョーン・ベネットと彼女の当時の夫で、映画プロデューサーであるウォルター・ウェンジャーと共に設立した、独立映画会社、ダイアナ・プロが制作した第1回作品である。日本では長く劇場未公開だったが、2012年9月22日から、東京のシネマベイラ渋谷で開催された、フィルムノワールドの世界において、 スカーレットストリートの放題で上映された。フリッツ・ラング監督が本作の前年に発表した飾り窓の女とメインキャストが同じであり、姉妹編とされている。クリス・クロスを演じるエドワード・ジー・ロビンソンとキティ・マーチを演じるジョーン・ベネット水筒係として真面目に働いて、きた中年サラリーマンのクリス・クロスは、自らの金属25年を祝うパーティーの帰りに、 傍観に襲われている美女キティ・マーチを助ける。実はキティは、娼婦で、彼女の紐であるジョニーと金のことで、揉めていただけだったのだが、自らを女優と称するキティの言葉を鵜呑みにし、彼女に魅了されてしまったクリスは、とっさに自分が金持ちの画家であると嘘をついてしまう。翌日、この話を聞いたジョニーはキティに、クリスを騙して金を巻き上げるように言う。最初は、抵抗を示した。 キティだったが、暴力的なジョニーの言いなりになっている彼女は巧みに、クリスを誘惑してその気にさせ、アトリエとして高級アパートを借りさせると、そこに囲われることになる。一方、クリスは5年前に未亡人だったアデルと、結婚したのだが、川に落ちた女性を助けるために、行方不明となって溺れ死んだとされる前夫、非銀図刑事を空像化しているアデルは、クリスを激しく虐げていた。 そんな妻にヘキヘキとしていたクリスは、妻が溜め込んでいた前夫の残した生命保険に手をつけて、キティを囲っていたのである。ところが、唯一の趣味である絵を描くことすらアデルに嫌がられた。クリスは、キティを住まわせているアパートに絵を運び込むと、さらに金を無心するキティに、ついに会社の金にも手をつけてしまう。クリスが有名な画家だと思い込んでいたジョニーは、 クリスの絵が高い値で売れると思っていたのだが、実はそうでないと知ると、街中で絵を売っている、老人ポップに、クリスの絵を預ける。ところが、巧妙な美術批評家である、ジェインウェイが、クリスの絵を気に入り、画商のデラローと共に、ジョニーの後を追ってきたポップに連れられて、キティの住むアパートにやってくる。これをチャンスと思ったジョニーはとっさに絵を描いたのが、キティだということにしてしまう。 戸惑うキティだったがクリスとの会話で得た絵画の知識を駆使して巧みに画家を装うと、ジェインウェイト・デラローは、新進美人画家として、キティを売り出してしまう。画廊でクリスの絵が売られているのを目撃したアデルは、クリスが有名画家のキティ・マーチの絵を盗作したと思い込み、クリスを激しく責める。クリスは、キティの元に駆けつけ事情を確認するが、生活のために絵を売ったというキティの言葉を信じ込み、 むしろ自分の絵が高く評価されたことを喜ぶ。そして、若く美しい女性であるキティが描いたことにした方が良いと考え、その後もキティの名義で絵を描くことになる。こうして、クリスによるキティ名義の絵画は古典を開くまでに評価されるようになる。そんなある日、クリスの元に死んだはずのヒギンズ刑事がみすぼらしい姿で現れる。実はヒギンズは汚職警官で、 その事実が暴かれそうになったために自殺するつもりで、川に落ちた女性の後を追ったのだが、とっさに掴んだ彼女の帽子が、実は財布で、そこに大金が入っていたことから、その金を奪って身を隠していたのだ。アデルと復縁するつもりはなく、黙って姿を消すので金をよこせというヒギンズに、クリスはヒギンズの生存が明らかになれば、アデルとの結婚が無効になり、 晴れてキティと結婚できると考える。そこでクリスは、アデルが溜め込んでいるヒギンズの生命保険を、盗み出すようにとヒギンズをそそのかして、夜中に家に引き入れ、強引にアデルと引き合わせる。突然に現れたヒギンズに慌てるアデルを放置し、クリスは荷物をまとめて、キティの元に向かう。ところが、アパートで、キティとジョニーが愛し合っている姿を目撃したクリスは、 自分が騙されていたことにようやく気づく。ショックを受けたクリスがその場を後にすると、キティとジョニーはクリスにすべてを知られてしまったことに気づいて、揉め出し、怒ったジョニーが出て行ってしまう。バーで酒を飲んだクリスは酔いに任せて、キティの元にやってくると彼女を責める。すると、開き直ったキティに醜い老人とののしられたクリスは、とっさにアイスピックで、キティをめったさしにして殺してしまう。 正規を取り戻したクリスが逃げ出そうとすると、そこに酔ったジョニーが戻ってくる。クリスは身を隠して密かに逃げ出し、入れ違いに現場にやってきたジョニーが、危機殺害の犯人として逮捕される。一方、クリスは会社の金を盗んだことがバレ、社長の恩情で告訴はされなかったものの、会社をクビになる。ジョニーは犯行を否認するが、ジョニーがかねてより暴力的で、事件当日によって、 キティを殺すと言っていたなどの証言により、ジョニーに対する疑いは深まる。また、キティが画家ではなく、クリスが本当の作者であるとのジョニーの証言により、証言台に立ったクリスがすべてを否定したことで、ジョニーは個人を冒頭したとして、さらに心証を悪くし、結果として、クリスの証言が決め手となって死刑が確定する。それからしばらくして最後まで、自分の無実を訴えながらも、 ジョニーの死刑が執行される。罪が一切問われなくなったクリスだったが、キキとジョニーを死にたらしめた罪悪感から二人の声を聞くようになり、首吊り自殺を図る。隣人によって命は救われたものの、クリスはホームレスに身を落とす。キキとジョニーの声に苦しめられ続けるクリスは、何度も警察に自首するが、二人を殺したとの妄想に取り憑かれているとみなされ相手にされない。 こうして5年が過ぎ、クリスが画廊の前を歩いていると、キティの自画像裕福な婦人が1万ドルもの高額で購入する場に出くわす。それに気づいているとも気づいていないとも言えない様子で、クリスは歩いていく。ロッテントマトズによれば、15件の評論のすべてが高く評価しており、平均点は10点満点中8で7点となっている。ありがとうございます。